こうなったら次にやるのは E6K スーパーコマシとの連結リモコン運転ですよね。前回プラレルアドバンスの E5K はやぶさを運転上手 AD でリモコン運転することに成功したわけなんですけども、そうなると次にやりたくなるのは E6K スーパーコマシとの連結させてのリモコン運転ですよね。ってことで今回購入したのはミスターモーターマン M4 エンジン AD。 これはコントローラーがついてないエンジンと充電池、そういったパーツだけバラ売りになってるものですね。はやぶさみたいに改造が必要なのかな。おい、あ、これは改造いらないわ。 E6K スーパーコマチは改造しなくても電池が入りますね。これは良かった。駆動車側にバッテリーを仕込みます。これあれだね、はやぶさとか今までのと違って車両の真ん中で分割されるんですね。今まではね、この車両の上側がこの辺からガポッと取れたんだけど、真ん中で分割されるから、内側にウレタンを仕込んで、結構ギュウギュウかな。あとはここの連結部分の隙間からハーネスが出てくるように、この線を噛まないように気をつけて蓋をして、ネジを締めたら、これでバッテリー車の方は完成ですね。そしたら次はこちらの駆動車ですね。駆動車も開けて、で今まで使っていた単4電池は抜いてしまいます。でこの電池の代わりにこちら M4 エンジンを装着します。でこの時ガシッと最後まで入れずに、バッテリー車の方のハーネスをこいつに挿してガシンと、で連結させれば、でこの今プランプランになっている線をこちらの線押さえシールで止めてあげます。これでボディ締めれば、なんか当たってるな。こんなギッチギチ、ほらここ隙間が空いちゃうんだよね。ちょっと何かが当たってんだね。やっぱね、アンテナかここのスイッチだね。これがすんごいギリギリでこの内側に干渉しちゃってんのかもしれない。マジか、そんなギリギリ設計か。すんなりいかねえもんだな。じゃあしょうがない、このボディの内側、屋根の裏側のところちょっとヤスリで薄く削りましょう。それしかないよね。めんどくせえ。さあこれね、紙ヤスリでこの内側をだいぶ薄く削ってきましたけれども、これでどうかな。まだこれで干渉しちゃうかな。あれ、どこが当たってんだろう。なんか硬いな、ぴったり閉まんないんだよね。困りましたね。これはこれおそらくね、このアンテナ線の厚みだとか、この M4 エンジンのオンオフのスイッチ、これとかが微妙に当たってるんだと思うんだよね。となるともうこの M4 エンジン自体を薄く切っちゃう感じになるのかな。削ってみる、削ってみるか。ちょっとこのエンジンを、マジか。ちょっとね、 M4 エンジン自体を分解してみたんですけども、これが M4 エンジンの下側の部分なんですけども、裏面を削って薄くしてちょっと高さを抑えてあげれば干渉しなくなるかもしれませんね。ちょっとね、上の面にはスイッチ類やら何やら LED とかいろいろあるんで、あんまり手を出したくないんで、この裏面を削っていきましょう。じゃーん、大胆に削っちゃいましたよ。削ったっていうよりももう板1枚剥がしちゃいました。穴が開いてんの。1ミリちょっとは削ったので、これでいけんじゃねえかな。じゃあこれで一回 M4 エンジンを組み直してみましょう。はい、こんな感じで M4 エンジン組み上がりました。こう裏も基板むき出しな状態ですよ。これでちゃんと動けばもう屋根は干渉しないと思うんですよね。お、ついたついた、大丈夫だな。あー、ここも削っちゃうかな。
このハーネスの部分が M4 エンジン裏薄くしたからもうちょっとこれ入るんだよね。でもここの線が当たっちゃってるからこの横ちょっと切り欠き入れてあげよう。そうしないとここの線が断線しちゃうわ。いやーなんか大変な作業になっちゃったな。おいででーん、こんなに切っちゃった。結構大胆にがっつりいっちゃって、でここもね、この辺もちょうどこのハーネスが沿うところ、ここもなるべくぶつからないようにってね、ちょっと削っちゃいましたね。これで大丈夫だろう。ほらこんなに車高低くなったよ。わかるかな、この M4 エンジンが随分下に来ましたよね。これで干渉しないと思うんだよね、もうね。じゃあもうこれで組んじゃおう。よっしゃ、隙間ほとんどなくなったでしょう。やった、これで完成だね。できたよ。よし、じゃあはやぶさと連結させて走らせましょう。いやー参った参った、大変だった。それでは走らせてみましょう。発車します。あれ動かん、なんで。ここの接点が接触しなくなっちゃってね、苦肉の策で。